どう見てもパン屋やん。もう、あーもう、あーもうパン屋やん。違う、あ、ジュンコおる。なんかあげよう。あ、学生服あげよう。来てくれ、来てくれ。おお、いいね。かっこいい。ジュンくん似合う似合う、いいじゃん、やんちゃじゃん。いいじゃん、かわいいじゃん。モテるって。うわ、第二ボタンすぐなくなるって。今日はですね、ちょっとインスタ映えしそうなちょっとおしゃれな島、エリアを作りたいなと思います。このエリアにしようかなと思います。花の移動しないといけないんですけどもね、大変ですよ。ここから2時間経ちましたが、ようやくここから、カフェ作りですね。あー、だいぶだいぶなんか違うな、もうな。あー、針葉樹と丸太の相性はもう抜群だね。ここに道を作ろうかな。ちょっとした道を作ろう。もう細い道。あー、いいね。やっぱ針葉樹とこの丸太の柵はマジ相性バッチグバッチグバッチグ。振るで、ここで前デザがいいんだよな、多分な。ここで前デザがいいかもしれない。おー、もうなんかもういいね。はいはい。おー、あ、なんかもうすごいわ。お、あー、すごい、狼が集まってきましたね。視線がすごいんですけど、ね、なんかさっきよりかはいい感じにはなったかなと思います。はい、計画立てました。とりあえずここに、カフェを作って、で、カフェの隣にね、パン屋さん作りたい。パン屋さん、この感じが一番いいと思ってるんだよね、俺は。このね、この道の感じが俺好きでさ。ちょっといいか、これ結構好きなんですよね、この感じ。こういう感じ。うん、どうしてもちょっと負けたくてさ。うえい、うん、悪くない、いいね。あ、いいじゃない。うん、いいんじゃないかな。薄い霧が立ち込める感じ、雰囲気そんな感じでいきたい。早朝の、うーん、田舎のヨーロッパみたいな。知らんけど。これを召喚したらもうまさにって感じだな。おーおーおー、いい、いい。あ、オールドもありかも。これだね。うんうんうん。前デザ。あ、来た。これめっちゃいいやん。だいぶ変わった。めっちゃ、あ、めっちゃいいじゃん。これちょっと入れてみてか。うお、おー、あー、はー、これどうしようかな。ディレクターブラック、まさにマイデザだったら。あ、え、これめ、え、これよくない。あ、いいんじゃない、なんか良くなったな。もうパン屋さん早く作りたいけど、明日にしよっかね。作りたい気持ちをガッとこらえましたですね。明日、配信で、続きやっていきたいと思います。昨日までできたところがね、ここら辺ですね。はいはい、カフェ作りました。で、ちょっと小さい道を作ったって感じですね。ちょっとおしゃれでしょ。ちょっとおしゃれな道でしょ。うん。はい。
パン屋さんを作りたいと思います。よし、うわ、もういいわ、もういいね、素晴らしいね。はい、そしてここに、おー、すごいね、やっぱ茶色の枠いいね。あー、もうパン屋です。どう見てもパン屋やん、もう。あー、もう、あー、もうパン屋やん。もう暖炉だけど、こういう使い方もあるんですよ。うわ、こ、うわ、ちょっとやべ、あ、そうだ、ちょっとさ、ここさ、なんか草がさ、ちょくちょく出てるから、そこをちょっと変えます。ちょっと違和感あるんで、そこだけ。いい、おー、いい、だいぶ違う、ほらほら、もう全然違う。オッケー、はい、タイプライター、お、あー、いい、いい、すげえ、南国感出たね。お、おっと、雪見がちょっと目が止まったぞ。お、なんだ、おい、マジか。配信して、もう40分ですか。もうできましたね。